どうも、塩です。このビデオではね、シャープのアクオス L2 っていうね、UQ モバイルのね、新機種のベンチマークを取っていきます。この機種の特徴はね、イグゾーディスプレイを搭載していることで、このディスプレイは非常にイグゾーなんでね、表示クオリティがいい感じです。サイズはね、5.0 インチということでね、ボディがコンパクトで持ちやすくなってます。プロセッサーに関してはね、クアルコムのスナップドラゴン430を搭載しています。これはオクタコアで 1.4GB のクワッドプラス 1.1GB のクワッドっていうね、構成になってます。ちなみにメモリーはね、2GB 搭載してて、ストレージは 16GB になります。さて、今のスコアはね、41,086 です。これはね、多分スタンダード機としてはね、悪くないスペックで、日常的な用途にはね、十分な感じです。じゃあ、3D マークいきます。
さて、今の質高ね、324。まあ、あんまり低い、あんまり高いスコアではないんですけど、まあ、なんだろう、このスタンダード機レベルのね、GPU ではこんな感じだと思います。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録、チャンネル登録。